人で子供作ろうって話にはなんなかったの？母さんはそうしてほしそうだけど、無理も二人面倒見るのは難しいんじゃないかな。それに向こうの子供が中学生とかになった時にどう思うんだろうとか、そういうのも気にしてるかな私。だからペットでも飼おうかな、犬とか。犬？うん、犬か。俺犬嫌いなんだよな。犬じゃなくてもいいんだけどさ。どこだったら持っていいの？私持てるところないし。お腹？それは持てるかもしれない。ねえ、本当に持とうとしたらダメじゃん。持つよ。どうぞ、いいよ。持てそう？皮しかない。ねえ、ちょっと。大切な人が死んだ。話したいことあるって言ったでしょ、電話で。あ、ちょっと後でね、ごめん。ん？すれ違いの続く夫との関係、忘れさせてくれる時間が必要だった。着いたらどっかでお昼食べてく？誰にも会わないかな。大丈夫でしょ。結局なんで来なかったの？実感湧かなかったからかもしれない。失った恋人と通じ合えない夫。あなたの取った行動は俺に何か問題はある？向き合えないっていうのは怖いでしょ。揺れる思いを抱え、たどり着いた答えとは、ほつれる。